そういう感じになると思うよ。ただいま十国峠に向かってます。天気は曇り、あ、ちょっとパラついてんのかな。目的地付近です。間もなく目的地、あ、着きました。久々だね、久々。いつ来たんだっけな、久々って。着いたよ。ケーブルフーターも一緒にケーブルカーに乗って遠くまで行きます。近いとこね。ふーちゃんこっち来てんの。よくマスク言われなくて。お座り、こっち来ちゃったし。そうだけど、うん、走るよ、みーちゃん。走ってる。お待たせいたしました。これより十国峠上り口駅を後にいたしまして、十国峠山頂まで片道約3分で参ります。ケーブルカーと交差いたします。当ケーブルカー中間地点でございます。進行方向を向かいまして右側で交差いたします。無料貸し出しチェア。あ、あ、お水もあるよ。ほら、水道がないんじゃん。持ってきて。ね、雲の中、霧？これ、墓から入ってくるやつ大佐じゃない。そうなんだ、うん。そうだね。あ、富士山あそこ。おい。あ、富士山がちょっと見えないけど。もうちょっとで富士山が見える。ちょっと膨らんで遊んできたら見えるんじゃない？うん、行こう。でもこれで幻想的にしていく。真っ白い世界です。ちょっとドッグランに行ってきます。ドッグランに到着だけど誰もやっぱいないね。こっちが小型犬専用のドッグラン。で、こんな感じで。で、フータはここです。なんか新しいものができてる。本当？フリー中型犬、大型犬専用のフリードッグラン。全サイズ OK。よかったね、フーター。ちゃんとしよう。え？いいよ。遊んどいで早く。あら、なんかできてるじゃん。こんなのが前なかったのにね。飛んでみて、ふーちゃん。飛べるか、ここ。ね、ふーちゃん。
飛んでみてよ。ここら辺で移動しますか。ん？そうだね。真ん中辺でいいんじゃない？真ん中？あ。富士山が見えそうだ。天空のドッグラン。多分空に一番近い、天空の一番近いドッグランだと思うんだけど。前はね、ワンちゃんいっぱいいたのに今日はいないね。もうちょいで。あ、お利口さんだ。カシチアでくつろいでるけど寒い。あ、お利口さんだね。お友達いないね。霧がちょっとだけ晴れてきたけど、まだこんな感じです。本当だと、あ、見えてきた、来た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 、見えた、富士山、頭が見えてきた。うるさいね、相変わらず。何の音？編集してんじゃない？わかんない、何の音なの？編集にしちゃうとちょっと遠いな。こんな感じで10の国と4つのプレートで10国と4つの。富士山、富士山、どこだ？あれだ、見えるかな？肉眼では見えるけど、太陽が照ると綺麗に見える。何やってるのお前は。富士山が見えてきた。だいぶ霧が晴れたね。すごい。でもこっちはもう本当に霧で、ま、何にも見えない。霧じゃないって雲。あ、雲か。雲の中なんだって。標高高いから。だそうです。ああいう雲の中に。どこ？ここ真ん中。霧の種類が違うでしょ。うん。断層らしい。あ、そうなの？なんとか断層ってずっと続いてんじゃん、ここまで。うん。断層らしい。ケーブルカーが。また雲が来た。ちょっと緩い。ごめんね。はい。はい。うちゃんも見てごらん。いい天気になりました。まもなくいたしますと、登ってまいります。ケーブルカーと交差いたします。とケーブルカー中間地点でございます。